皆さん、お待たせいたしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。今日も三国志波動 UR の予想なんかをですね、楽しくやってまいろうと思います。さて、 UR ですね、あと残ってる900、曹操、そして850、 CM の時グラが違った孫権。じゃあ今回は曹操と孫権だなんて安直に考えてる皆さん、甘い甘い。光栄テクモホールディングスさんはそんな安直な会社じゃないんだと、企業ではないんだと、法人ではないんだと。しつこいですね。はい、ということでですね、見てまいりましょう。さてさて、前回のですね、 UR は勝共そして陸遜両方とも5から出たんだ。陸遜と勝共っていうですね、なんか微妙に不倫してるんじゃないかみたいなね、感じがね、いたしますよね。しませんか。だいたいあれですよね、陸遜っていうのは孫策周瑜の時代には登用されてないと思うんで、おそらくどうだか分かんないですけど、適当なこと言ってますけど、孫策がですね、盧溝かなんか攻めた時に、陸遜のおじさんかなんか親族の方をですね、もう散々に一族郎とぶっ殺したってのがありまして、陸家はですね、孫策の政権下では結構罪に追いやられてたらしいんですよね。で、孫権の時代になってから登用したっていうね。予想には全く関係のない話を始めました、皆さん。さて、本題に戻りましょう。そして覚醒がですね、曹真と李寿ですね。曹真と李寿、これもなんかもう法則がないでしょうね。これ目つぶって当ててんのかなっていうね、なんか意味があるのかなっていう感じですけども、まあ一応覚醒としては、まあ知力武力に分かれてみたいなね、感じでも見て取られますけどね。うん、まあ李寿とかね、変わり種で面白かったと思いますけど、まあ誰も使わないだろうなっていう今のところの戦法ですよね。話聞いた感じによると弱いらしいですね。ということでですね、やっぱりですね、物は順序、覚醒から見てまいりましょう。覚醒予想。私ね、もう正直言っても覚醒はもう決めてますよ。今回簡単ですよ。いろいろ SR ももう半分ぐらい行きましたかね、覚醒は。はい、まず諸葛金、もう急に行きますよ、脈絡もなく。まず諸葛金行きましょう。だいぶね、なんか覚醒に限って義が多いんですよ、ずっと。僕の気のせいかで、職はほぼ出払っちゃったみたいな感じがね、いたします。まあ五位玄関がまだいますけどね。だから五位玄関出すときはこれセットで出すんじゃないかななんてね、思ってますよ。いや、もしかしたら今回ね、五位玄関来るんじゃないかな。五位玄関来るって実は思っておくけど、まず諸葛金って言っておきますね。いろいろですね、もう五点ボックスぐらいで考えてますからね。もうね、意地でも当ててやろうと。私今まで一回も当たったことないですからね。ということはそろそろ当たるってことですよ。もう外れ続けるってのは不可能ですからね。えこれだけだって真面目に1年も何ヶ月もこう波動やってて、 UR の様子を外し続けるってのはないでしょ。それ難しいですよね、そっちの方がね。ってことは今回あたり当たるってことなんですよ、間違いない。で、諸葛金と馬謖、これ諸葛亮つながりでどうでしょう。まあ、諸葛金の場合、諸葛亮に限ってなんか相性良くなるみたいなねなんないですか、そんなので。馬謖は弟子だから、これ弟子、これ歩兵に戻してください。これ歩兵に変えてください。馬謖馬なんか乗れないでしょ。馬じゃ山なんか登れないですよ、歩兵じゃないと。山登るんだから馬は置いてってください、これから登るんだから。ってことで馬謖が歩兵になって、諸葛金も歩兵だな。うん、この2人でですね、諸葛亮を支えていくという感じになりますね。では次、いよいよ UR だ。
まずじゃあ850から見ていきましょうか。まあ、850からね来ない方がもう多いんですけどね。800からも出ますし、ただ800のメンツを見てって僕ね来そうだなってのがバウン力、そして菅銀平、この2人はもう近いうち来るでしょ。いやもうカウが出たし、なんかね関連性持って出てくるかもしれない。うん、いやこれ本当はこっちだろうな、出てくるだろうなこの2人どっちか。うん、さてまた保険ボックス買い始まっていますが、本当ねこの850、800からはすごいいろんなの可能性が逆に多いんですよね。もうないやつはないだろうなって感じしますけどね。この長江長昌ね、陳軍あたりはまあないだろうなという感じはいたしますが、あ、なんか私攻められてる、これ赤くなってる、これ何やってんのこれ。え、年貢シューターが年貢シューターに襲われてますよこれ。うん、まあほっときましょう、ほっといて予想しますよ。あんなん構ってられない、もう喜ぶだけだから。そこでですね、まず添付戦の方からバウン力菅銀平ではなく炎章だ。どうや、僕は炎章来ると思いますよ。まず添付戦100炎章、もうね、あの今まであった850、800からそうそう出ないんですよ本当に。どれだけこうユーザーの思惑を裏切るかで多分来てると思うんですよ。ちなみに850で残ってるのは馬長宝と孫恩健ですね、だけですよね。で900は既存のやつだと、そうそう、でも董卓とか出ましたよね。なので張角、そしてジョコ、コホスですね、ここら辺もあるっちゃあるんですね。もう900だったら何でも OK だという感じですね。だから私考えました、ここで曹操出しちゃうともう次からはこの張角とか徐光とかここから出すしかないじゃないかという感じになってくると思うんですよ。私そうはねならないと思うの。だから今回は曹操以外から出ると思います。それはどれでしょうか。ドラムロールスタート。コーホス、どうですか、この黄金討伐ナンバーワンコホス将軍ですね。これと炎章、なんか近いような遠いような二人でございます。これで決まりだ、コホス炎章、どうですか。そうそう孫権、ない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 、コホス炎章だ。あとですね、戦術が23日3日後ですね、 UR 刷新の3日後、23日で終わって24日からおそらく新しい戦術出ますんで、24日からだとなんていうのかな、これ戦術新年って名前ついてますけど、戦術春節かな、うん、春節か、めでたい感じですが、私ねここはね演術出ると思うんですよね。添付900演術、どうすか、炎章出て演術、完璧じゃないですか。添付900演術、そして演術のあの近くにいた刀剣陳刀陳慶って、あそこら辺名称なのに出てきてないんで、ここ刀剣はまあ置いときましょう、刀剣は置いとこう。陳刀陳慶親子、これ850、800出るんじゃないかとね思いますね。あの演術の配下の綺麗とかはもう出ちゃってるんで、あとは胸髄とかね、ちょっとマニアックなところで、そうなると知らない人が多いと思うんで胸髄とか。なので候補数炎章、そして戦術に演術陳刀陳慶、完璧ですね。次のアップでもう全部当たったらどうします、全部当たったら逆にね僕にプレゼントくださいよ。
僕にプレゼント、あ、ランちゃん、ランちゃんプレゼントください、ランチャンネルさん、僕にプレゼントくださいよどんなんだよって話になりますけどね。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。面白かったと思ったらチャンネル登録、そしてグッドボタンをグググググッと押しちゃってください。 Twitter フォローは概要欄です。鼻歌を歌ってたら前から人が来たよ。昼間ずりフルボリュームで鼻歌歌ってやったぜ。それではみんな、またんご。